はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。エレシアでいこうないビルド編始めていきたいと思います。ビルド編ということなので、路線を延長いたします。今回は、前回長距離戦に駅作りましたが、今回は長距離戦と私鉄戦、どこだこれ、ですね、西側に、こういう駅があるわけで、長距離線と私鉄線が、共に入ってきます。今 E217K が入ってますね、長距離線の方。長距離線は福久線をできる路線が入ってまして、私鉄線は複線ですね。この区間はこの路線を見る通りここで終わりなんですが、実は裏を見ると延長できるようなスペースになってます。でその一部は車庫スペースになっておりますが、こちらを延長していこうっていうのが今回の目的です。いくつかこういうふうにあるわけですが、この辺は無視して、山もあるわけですが、山にはまだ登らずに、路線を延長していこうと思います。もちろん平地線で延長していきますので、そのまま伸びるってことですね。ということで、しばらくもうここの駅、ケータンの駅でずっといたわけですが、ついに線路が伸びることになります。果たしてどこまで伸びるのでしょうか。今回の配信いつも通りツイッチで行っています。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画のアーカイブ YouTube にアップロード予定です。 YouTube 2日後7日21時頃にアップロードしたいと思っております。プレミア公開でアップロード予定です。ぜひ、YouTube でもご覧ください。そして YouTube のチャンネルは Twitch のチャット欄に記載してます。ぜひ、アクセスしていただいて、チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。Please my Twitch、This live archive upload my YouTube channel Two days after my YouTube channel channel subscribe and good button please、はい、そして、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。そちらぜひもチャット欄にアドレス記載してます。ぜひアクセスしていただきまして、チャンネル、アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いします。 Please my、TwitterX アカウントフォロー&チャットコメント Please and リポスト&グッドボタン Please。 では延長いきましょう。私鉄線は見る限りもう一線をだけを使って折り返しているっていう感じですね。
で特に車庫もなし。二面三線ということですね。まあうち一面は折り返しっていうことですが、これを続けるのかどうかはちょっと考えどころです。まず線路を普通に伸ばしていくか。ね、まあ、あ、そっか。これ一時止まってますが、こんな感じで、ね。で、これで、きっと。ここで折り返し路線を作るんでしょうねっていうのはまあ確率だと思うんで、その期待に応えるようにして折り返しを作りましょう。車庫かな、車庫だけど駅舎はいらないんだよな。操作場か。あ、車庫もあるんですね、一応は。二面だったら車庫が入るんだ、こういう風にして。車庫つく、あ、そっか、車庫って、駅間の長さに制約あるんだな。これ4線入る車庫ですね。いいですね。原価車庫もありますが、4両しか入らない。これなんだ、木造車庫、なんか面白いな。これって駅だよな、折り返しになるんだよな。と操作場です。駅舎なしですね。10線いつも通り12両で行こう。これはいけるんだ。ここまではいけると。つまり、こんな感じですね。これで、折り返し線ということになります。まあ、これ全列車、まあ、なんでもいいから、4分で、折り返すようにします。条項はなし。全列車適用ということで、一旦のターンか。
え、どっちだっけ。つけときましょう。こっちも、あ、ケータン来た留置線になってるのか。あら、こっちだけか。留置線の役割があるのは実案。いや、そんなことなかったような気がするんだけど。あれ、こっちって留置線じゃないの。確か私鉄の路線って。ここって2線止まってたような気がするんだけど、そうじゃないんだ。あ、違うわ。これ2番線まであってちゃんと2線になってるんですね。はい、私鉄の線を伸ばそう。住宅がありますね、ちっちゃく。道路もこの辺までは伸びてますね。あっと、ここでストップはかけられてます。私鉄線はどうするかですね。基本的に並行していくべきなのか、それとも別々に分かれるべきなのかっていうのは悩みどころです。どっちを山側にするか、どっちを手前側にするかって悩みますね。でもまあ、最初は並行して作ろうとした思ってたんですが、並行して作らん方が面白いかなと思ったんで、離れていきましょう。で、離れたらもう結構近いところで一息作っちゃっていいんじゃないかな。地上駅、駅舎中、これって当然島式ホームだから、しばしけホームなんだけど、これだと ちょっとレールを考えよう。両方とも私鉄、長距離、国鉄って言っていいのか、長距離線とも2駅作ろうと思ってます。で、2駅作った後に、その2駅跡のが2面4線とか、優等列車が止まれるような駅にして、あ、どうしようかな、これ考えたら
通貨路線が入れるような駅舎にしても構わないかもね。ただね、これの場合だと問題が出るんですよね。例えばこれ3線にするとまあこうなるんだけど、駅舎台ってこうか。ああ、はいはいはい。だから、汽車ショーは田舎駅ですね、事実上。別に田舎駅でも構わないんですよね。で、っていうか、あんまり関係なかったんじゃないかな、その駅の規模で。するとして、まだ分かりませんよ、あのレールを撤去するかもしれない。難しいのはやっぱり路線を敷くことなんですよね。この場合だったら駅舎が結構、ね、邪魔になる。まあ、じゃあこういうことか。やっぱり普通に通過でいいんじゃないかな。通過線なんか使わずに。で、こんな感じで。ここら辺を80キロにして。60キロだとしよう。ってことはここは解除だな。ここで、あ、80キロって勝手に書かれちゃってる。解除標識を設置します。60じゃなくてこれ50キロを設置しよう。基本的にこうはそのままいかんよな。
カーブの条件がいいと、無制限で通過して構わないらしいですね。80キロはちょっとな、厳しいな、この時点での。まあ、80キロでもそんな変わらんけど、90キロは出せますからね。まあ60キロ出すんですけど、ここはで85キロか。まあどっかから95キロしないといけないよね。この辺からかな。ちゃんと60キロで全然入れて、でまあこれ1駅目つけましたね。さらに延長します。なんか夕暮れが綺麗ですね。ロマンチック、ちょっとロマンチック。でもこれから積極的に線路伸ばしていってもいいかなとは思います。お、ヘリだ。でもどこまで伸ばすかですね。結構伸ばすと川にたどり着くんですよね。この先は川でリニアも通ってるけど、そこまで伸ばす気はまだない。でここで、でここまで伸ばして、線かな、普通に。ん？これ12両の駅か。うん、この辺かな。ちょっとなんか短い気もするけど、で
で、こういう風な感じでカーブして、撤去ですね、この辺は。あ、そういえばこっちが私鉄線なんだけど、あ、こうなって高架になるんだ。間違えた。ちょっとストップしないとぶつかるよ。カーブが渡ってくれないんだ、渡る線を。この辺は渡り線作りたいだけなんだ。こっちがダメって言ってんな。こうがあるかな。なんだ、なんでダメなんだ。だとダメだから、これはダメ。これは、これはいい。とりあえずここは このぐらいまでやって、あ、そうか、これがダメなんだ。この速度制限標識があるのがダメってことか。なんてつまんない。これが全部
悪さをするんだ。なんで、あ、ごめんなさい。こんな感じだよな。で、レールで置けるはず。置けるな、60キロ置けるわ。で、当然こっち側も、じゃあ60じゃなくて70だ。で、一応今のところは全列車分岐にして、既存のダイヤに影響を及ぼさないようにしよう。で、ここを伸ばしてっていうか、ここを引き上げ線作ります。なぜそうするかって言ったら、あと引き上げ線を作る前にちょっとシーザスクロッシングにしよう。でもシーザースクロッシングにしたらここぶつかるよな。シーザースクロッシングでこっち入れるようにする。こっちからこっち入れるようにする。この辺はあの必須だよな。で、こんな感じか。で、ここもあの既存の線路に影響を及ぼさないように、今のところ全列車直進というふうにします。そしてレールで、設置しよう。まあ80キロだろうな最初は。で、ここで、速度制限を解除する標識が作られてるわ。で、60
キロ、で、違うわ。で、ステーション。放射状。ホームなし。駅舎ってあるんだ。まあ、駅舎なしでいいんだけど。これってなんか制約あんのかな。ここまでですね。ってことはこれ結構地上道路は交差してるんだけどギリギリってことか。で、こうまあ全列車同じく4分停車の上で、情報なしで折り返しでこれを全列車に適用ですね。で、同じようにここと同じで南電流線で折り返しでこれであのこの駅を始発にする列車が南北で両方とも出発できることになりました。いいですね。まあこうなるよな。で基本的にシーザスの方の人たちはみんな入らずにこっちへ行きます。でここは左へ曲がる。ここは基本的にはまだ入らないでまっすぐ行く。ここは当然まっすぐ行くですね。でレール見て速度制限標識を見て基本的にこれ60キロだよな。70キロで
でも普通に考えたらこう折り返し使う即折り返し使わずとも通過線とか優等列車用ホームにしてここを作っちゃおう。ダメかな。あ、いける。まあ一応こっちはマイナスでいい。まあ、まっすぐでいいから。ん？これまっすぐなってるけど、これ左だよな。定位を決めて、うん、90キロかな。ってことは、まあ、これじゃ90じゃバランス悪いんで80で順々に落としていきますか。で、70で60にして。まあ、全列車曲がるからこうしてそれぞれの列車がここを終点に しつつできるようにしてこの真ん中の線が留置線にすることもできるし、かつ単純にこの駅で折り返しっていうのもできるようにするっていうような構成になりました。でこの一つ手前の駅ですね、ここまあそれぞれ停車線のある駅で真ん中がまあ要するに普通のホームなんですが、10分停車を余儀なくされてます。これ仮に運転停車でも10分停車ですね。4番線はなし、京阪3000系ですが運転停車になってますが、まあここで10分の停車を余儀なくされていた。まあ、結果これがどうなるか。まあ、これが折り返し線を使って折り返せるっていう構図になるわけですね。どっちが早いんだろうな。10分強制停車させて、折り
返していくのと、まあいいや、どっちでもいいや。で、放り返し線なしで単純に、こっちは折り返し線なしで、これね、通過する列車は速度をなんか決めてくれるとかしてくれたらいいんですけどね、いやおうなく通過する列車でも60キロ落とされるのはちょっとな、もちろん通過線を作ればいいんですけどね。で、70キロか、ここが。で、これは無制限だな。そう、道路も作らなきゃいけませんからね。90キロで。で、こっから無制限か。無制限で走れる区間が少ないからな。で、さらにこの先なんですが、普通にここで、まあ一線はここで折り返しますよね。で、その上でだ、ここからだ、問題は。ここを60キロにして、80キロ、70キロ、
ちょっと待った、まだ撤去して、なんかこっからが置けるのか。で、呼吸、100キロか。で、80キロだな、多分。で、70キロか。いや、70キロ、ん？で、まあ60キロで、あ、そうか。ここで撤去しないといけない。で、線路を、こんな感じか。で、当然60キロだな。あれ80キロとはならない。まあここ80キロとして、でホームなし、12面の2線で駅名を決めないといけないよな。そういえば駅舎なしって2線で大丈夫なんだ。こんな感じになるんだな。で、ちなみに延長は、なるほどね。さあどうするかですね。別に高架線路にする必要ないんだよな。
迫ってきてるけどな、この限界が。で、ちょっと硬化にします。この先は公開するんだけど、どういうふうに公開するかはわからない。感じかな。じゃあやっぱりこうなるのかな。まあその辺はまだわからないな。ここまでを駅としまして、ちょっと駅名を決めましょう。ケータンな、もともとケータンってなんでケータンだっけ。中国の駅なんだけど、ケータンって国か。丹波の丹のケータンじゃないわ、キッタンなんだ。これキッタンはモンゴルですね。キッタンってモンゴル全体のことを指すんだ。モンゴルの遊牧人種って感じですね。寮って満州？寮は満州だな。まあ中国の中心部の北側って考えればいいのか。キッタンは硬いなんだ。東方見聞録でおなじみの。実際英語ではキャセイとなって、キャセイパシフィックのキャセイにつながるわけか。深いな。
が35万、銀行が、銀行も35万か。今のモンゴル自治区なんだな。稲沢市と友好か。蔡力士、力士として宋国来栄吉っていうのが、力士になったな。八百長疑惑で一時ね、休まざるを得なかったんだが、で嵐尾部屋を継承してるみたいですね今。まあ、銀行っていう名前つけて、あ、銀行の行はこれ表示できないんだ。列車では無理なんだな。あ、どっちみちダメだな。これ文字コード制限があるのか。これ代用文字は何なんだろう。
これが入らないから。だから。こんな感じ。この字だったら、ライディーンのアキラだな。勇者ライディーンの。多分あの A 列車9の内部がシフトジスなんだろうな。赤砲。ということで、で今のところは一旦これ撤去して、でこれで作ってみよう。無理？あれ？なんで？ん？あれ？あ、これやな。で、ね、ダメ？ん？なんで？これも。あ、これが原因だ。まずは線路を引いてから多分制約やらないといけないのかもね。ここはいけるんだ。ここも同様ですね。80キロ。で、60キロって受けるの？あ、これ置けるんだ、ここ。置けないとばっかり思ってた。ここは置けないんだ。ああ。置けたり置けなかったり、結構面倒だな。まあ、60でもいいんだけどな。とりあえず一旦全部の列車をこっちに入れます。で10分停車で降車のみで全列車に適用します。で、サバ線は乗車のみで、まあ4分停車かな。これも全列車に適用します。
でこれは、まあ、全列車にまっすぐを適用して、まっすぐ適用して、そうだな、これは左を適用、1番線、まあ1番線2番線とも4分で折り返しは変わらず、乗降なしで折り返しは変わらずですね、全ホーム適用、でこれも全列車に適用ですね。で赤峰、ね、できたか。でこの状態で、まあ、私鉄は路線の設定を完了ですね、一旦は。ただ道路とかも作らないといけないからな。と言ってる間にちょっと少しお待ちください。次は、長距離線の方をやります。はい、お待たせいたしました。再開します。 Twitch で配信しております。アーカイブは YouTube で、アップロード、2日後にアップロードいたしますので、ぜひ、それらでご覧ください。これどうしようかな、これ道路検索、
これ主建設ってなんだ、橋か。立体交差もあるけどな。これね、あ、これは無理か。だから、10メートルで、道路で特殊建設で立体交差かな。それで合ってると思う。あ、ダメなのかこれ。結構ずらされてしまうんだよな。で、これ下り坂になるのか。まあ、こうだよな。これってもしかして、もう一個足りない。こんな感じか。こうすると平面交差が可能になる。まあそれは置いといて、線路はここがこう伸びていくわけですよね。で、施設線と違ってこうそのまま直進で進みます。あと直進で進むと駅間は多少長い。
そういえば高架駅でこれどうしてゼロの高架駅って作れるんだっけ。あ、作れない、作れないです。作れないのか、じゃあダメだな。立体交差駅は制約が大きいよな。あ、田舎駅なんていうのもあるんだ。でも田舎駅は12面しかないんだよな。単面ホールなんだよな。あとはあれですね、12面の2線で でこれを基準に。駅舎ってそういえばなかったっけ。教場駅舎ってあったよな。これか、教場駅、教場駅でいいんじゃないの。普通に教場駅の1、1と2があるんだ。ちなみに、あ、こんなあるんだ、知らんかった。まだ作ってないターミナルビル。あれ？この駅ってターミナルビルじゃないのか。普通の駅になっちゃってますね。夢のあるターミナルビルなんですが、ますか、いずれは。あ、でもこれホームの長さが制約されるんだ。ターミナルビル1だと、ターミナルビル2だと、両面で挟まれたあれなんだけど、不思議ですね。なんかつまらないな、なんか。なんか上は緑があるなど豊かですが、まあ教場駅舎2で行きましょう。普通に教場駅舎2を建てることで、これを、あ、え、なんと、あれ？半端なんだこれ。まあ、とりあえず
なにこれ。今の何だったんだろう。何撤去？あんまり関係ないな。まあ普通にこうなんだけど。間違えた。うん。で、これを。これは無理だから、つまり、まあこれは無理。
こんな感じだな。こっちはまあ普通に、でさえもうずっとまっすぐ行って、そうだ、先に駅着くとこのもありだな。4線まで行けん、6面まで行ってみるか。場所によるよな、次の駅の場所ってどの辺なのか。この辺だろうからな、この辺ってなるともう近いですからね。川は本当に言ったらこの辺でちょっと重ねるのはベストではあるんですけど、この辺かな。でこの辺になると橋を次渡らないといけないので、そうか、こっち側に入ったらこっちに行くから、この線が分けたり、あと山線を分けたりするんで、高速道路を建設とかも考えないといけないですよね。この辺の場合は。
まあ、ここら辺もどう開発していくかっていう手腕が問われるところではありますが、まあ一旦この先をどうするかは、線路だけ伸ばして保留として、これあくまでダミーの線路ですからね。で公共施設で、で左に線を微妙になんかあれすんな、まあそれするぐらいだったら線路を見直して、ここ以降は見直して、でそこもこのまままっすぐ敷いちゃって、まあ、こんな感じで敷けばいいんじゃないかなと思います。
こで、で、これでバスターミナルはじゃなくて、反対、伸ばしたらいけるかな。いけますね。で、こっちはここをそのまま伸ばしていく。かな？ここまでは伸ばしていく。で、ステーションで、当然バスターミナルを、設置、で、なんで？これをずっとやって、ダメ？かないんだ。あ、効果だからか。
放課だからな。だから落とさないとダメ。で、これを撤去して、ここにバスターミナルを置くって感じですね。これどうしようかな。車両の絵こっちをこうしよう。で、赤峰駅ですね。で、ここの駅をどうするかですね。ここ分岐駅にして山線を分岐した上で、私鉄線をどうやって分岐するかだよな。まあとはいえ、私鉄線分岐してこっちに接続する次の駅で、でそっからさらにの伸ばして接続する。
そうですね。この配線がまた問題ですね。まあ当然ここが2面4線で、考えどころですね、これ。つまり、れどうやって Y になる、Y にするんだっけ？Y 字の線路を敷くやったっけ？いやでもまあこっちは一線スルーにしたいんですよね。こっち基本の。つまり、逆にこっちをこう伸ばして、
でここがこのこう重なった後で、なんで地下入れないんだ。あ、これはいけるんだ。地下はダメなんだ。なんでだろう。
まあ、こんな感じですね。で、これはこうだな。うん、で、ダメ、設定できない、ひょっとして。あ、ダメだ。一旦ここを全列車適用して、駅の名前がわからん。
高蔵寺ならぬ高高勝寺か。ああ、そうか、そういうことか。
これ撤去だな。八重洲。こんな感じで私鉄と。東京駅線は駅間を変えつつっていうことですね。
あと架線柱を敷く必要がありますね。架線柱を設置かな。ここでまあ折り返し運転をするような、レールで、レールじゃない、ステーションで、ストックして、で、かつ これ線路に引っかかっちゃってんだ。これが重量編成した場合はどうだ？あ、いけるのか。わあ、12両編成だとダメなのか。しゃあないなし。まあ12両ってことはしばらく考えないで、ちょっと運用に制約は出るけど10両編成で我慢しよう。
でもいける気がするんだけどな。まあ、しゃあないか。元戻してと。これ あ、これごと撤去させないのか。なんで？
そして河川柱を設置かな。どんどん行こう。
はい、ということで、あ、こっちは河川中作ってないや。中央設置だ。ではまあ車庫で眠ってるわけですが、この車庫の眠ってる状況もひょっとしたら工作延長されて複線対応ですかね、南西。運用されるかもしれません。何かダメ？
ようやくつながった。こういう感じだよな。ってことは結構やっぱり当然ここを将来的に複々線化するときは、配線の、修復が必要だと思いますが、まあ、それはその時にちょっと考えましょうということで、ちょっと長くなりましたが今回、線路の延長のみを行っていきました。
1000分の延長ということで、カーも近づいてきましたね。この辺は台地になっているわけですが、そしてここも外に線路をつなげることができますんで、でもなんかあんまり大きな路線は期待できなさそうな感じがありますね。なんかキハ52とか機動車が走るローカル線っぽい感じはします。果たしてこの線区あたりも どういう展開になっていくんでしょうか。断面がすごいな。はい、次回お楽しみに。見ていただいてありがとうございました。今回ツイッチで配信を行いました。ぜひツイッチのアカウントフォローお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー アカウントフォロー Please。この動画2日後7日21時ごろに YouTube のプレミア公開で、ライブ配信予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。YouTube チャンネル登録、高評価もお願いいたします。This live archive my YouTube channel upload 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタン please。 旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。 Twitter X my アカウントプリーズフォローアカウント&リポスト&グッドボタンプリーズ、はい、ということで A 列車で行こう9ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。